皆さんこんにちは。ピークアブニューマン新宿店の岩崎です。今回私は前上がりの長めのマッシュショートを切ります。顔立ちがはっきりしているモデルさんで、と目元を強調したいので、と最終的な仕上がりが目のこう上ギリギリぐらいになるような設定、マッシュにすることで最近流行っていると顔周りに身近なデザインを作れるようにカットしていきます。はい、とモデルさんのビフォーはこちらです。前髪も伸びきっていて、あと顔周りも伸びている状態です。バックに関してはもうボブぐらいの長さになっています。バングを目の上ギリギリぐらいに最終的になるような設定 と顔周りに身近なデザインが来るようにするところをポイントにするのと、耳後ろをちょっとショートカットに、前上がりのマッシュなショートを作っていこうと思います。もみ上げより少し上がったところで2センチ幅ぐらいまずガイドを取ります。でこの下のアウトラインがだいたいまあこの狙う位置、フェイスラインのなるような長さ設定をしていきます。でそれと今作った目尻の延長のガイドを前方45度に引いてカットします。ぜひ皆さんもこのテクニックを使ってお客様を切ってみてください。今日はありがとうございました。